分配小数を、どうやって分数に合わせていいかっていうのはまだ話していなかったね。で、循環小数、こいつが有理数に、含まれるってことを言うためには分数に合わせなきゃいけない。 0.3333 からまずいきましょう。でね、循環小数を表すためにはこうやって、点点点で無限に続く部分を省略してもいいんだけど、こういう記号があります。で、無限に続く循環節の部分をこいつは3が、無限に続いていくわけだから、こうやって数字の上に、黒丸を打って、無限に続く部分を、書き表すという記号があります。例えば 0.12122 であれば循環節がこの2つ、だから 0.12 で循環する部分に、こうやって印をつける。 0.123123 だったら123の循環節が無限に繰り返されるわけだから 0.123 で、この循環節の始めと終わりだけにこうやって車を落ちます。ここからここまでの範囲だけが無限に繰り返されるっていうので、で 0.、じゃあ 2.34343434 とかだったら、こいつは 2.2 以下のこの34の部分の節が無限に繰り返されるわけだから2.34、ここにだけ点を置きます。記号がある。これはね、大変便利です。で、じゃあ循環小数を実際その分数に、ね、直すためにはどうすればいいかというのを考えてみます。まず、循環小数、こいつはね、h と5。で、桁をシフトします。10倍の x イコール、3.333333。10分の1のくらいのやつが、ここに来て、ここに来て、ここに来て、そのまた隣のやつがここに来てっていう感じでね、桁をこうやって10倍して、1つシフトする。で、分、下の式と上の式と、この辺でね、差を取ります。下の式から上の式を引こう。下の式から上の式を引いて、9x。で、下の式から上の式を引くと、小数点以下無限に循環する部分というのは、これ全部、循環する部分というのは全部消えてしまう、さっきから消えてしまうので、この小数、第1以下がなくなってしまって、1桁目の、3桁目はこいつが残るわけですね。あと、x イコールの形に、こうやって、係数9を払って、100分する。3分の1。x は3分の1。で、x の焦点というのは元何なのかね。もともと 0.3333 という循環小数を x と置いたわけだから、この x の3分の1、0.3333 の焦点って実は分数の3分の1であった。こういうふうにしてね、無限に循環する部分をこうやって、桁をシフトして、差を取ってね、差を切ることで、分数に合わすことができます。じゃあね、0.、どうしようか、123123しようかな。こいつを分数に直してみましょう。0.2313。x イコール 0.2313。で、この123っていうのをここに持ってきたらですね。だから、桁を1000倍シフトします。123。で、この123というやつが、ここに来る。123.1213。ここですね。ここの123の節がここに来ます。で、ここの123の節がここに来る。そして、辺辺差を取る。辺辺差を取って、まあ、下から上に行くと、9999ゴール。で、無限に循環する部分っていうのは、循環する部分っていうのは、さっきから消えてしまう。123123。小数点以下も消えてしまって、123だけが残る。あとは、999を反対側に払って、約分できるものは約分して、分数に、規約分数にして、999分の123。123っていうのは、